はえたえ、ごすよ、ちょうがまびら、ちょうや、じゅうがちの、あ、違ったね。11月の24日火曜日、やいび、主婦日、火曜日のお昼12時の時間、なったよ。みんな、集まってきてね。旧暦が10月よね。10月の13日、ということで、先週よりも過ごしやすい感じになってきましたね。旧暦の秋が訪れてきたのかな、という感じ。まあね、先週も、高温注意報が今月いっぱい続くよってことだったけど、まあ日中は暑いかね。そうだね、ちょっとは暑いかなという感じしますけど、まあ、だんだんとね、過ごしやすい感じになってきてるので、なんとも嬉しい、マキママにとっては過ごしやすい時期になりました。みんな夏が好きな人も多いと思うけど、私は絶対に秋派。秋、冬、春、秋、春、冬の順かね。うん。いい感じになってきたので、また、饒舌になるかもしれんからね。みんなで一緒に、四択しましょうね。じゃあ、オープニング、スタートでしょ。石底巻の、四択、ランチボックス。改めまして皆さんこんにちは、マキママこと石底巻のユンタクランチボックス始まりましたよ。おばあの声でね、最初はちょっと喋りたいなっていう感じ、そんなしながらいろんなゆっくり喋りたいねと言いながら始まった方がね、私もなんだかゆったりと喋ろうっていう感じになるんですよね。こんな風に始まっております、主婦帯でございますが、なんと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  FM 小座の、スタジオから生放送でお届けしていますということで、ラジオは FM761 FM 小座をお聞きの皆様と一緒に、まあ、ユーキャスじゃない、ツイキャス、ユーストリームのね、皆さんはどこからでも、ご一緒いただけるということで、いつも嬉しく思っていたんですが、ラジオは FM 小座のね、この周波数が届くあたりということだったんですが、昨日から、FM ギノワンの皆様にもこんにちはできることになっております。 FM ギノワンの皆さん聞いてますか？こんにちは、マキママこと石底巻と申します。 FM 小座そして FM ギノワンともに、まあ、聞いていただけるね、範囲が広くなったということで、皆さんと一緒に主婦帯楽しんでいけたらなと思っています。火曜日の担当は私、マキママこと石底巻でお届けいたしますよ。ぜひぜひお付き合いくださいね。ユーストリームとツイキャスは FM 小座のホームページからしか、アクセスできないということですので、ラジオじゃなくて、こちら、ユーストリームツイキャスでご覧の方は FM 小座のホームページに、アクセスしてからご覧いただければ嬉しく思います。そしてメッセージはそれぞれに送っていただきたいなということですよ。FM 小座をお聞きの皆様には 761@FM小座.jp 761@FM小座.jp そして FM ギノワンをお聞きの方には797です。7が変わりますね。末尾の7、797@FMギノワン.comFM ギノワン全部小文字でローマ字で書いてくださいね。797@FMギノワン.com この2つどちらでもね、お送りしてもらえることになっておりますので、よろしくお願いいたします。そしてめぐみちゃん聞いてもいい？このリスナープレゼントはどこに応募すればいいの？どちらでも大丈夫なのかしら？どちらでも、皆さん、どちらでも大丈夫ということです。なので、FM 小座では、FM 主婦帯、違う、主婦帯では、なんだかいろんなものを言わなきゃいけなくて、もういろんなことがマンチャーなってますが、ごめんなさいね。主婦帯では、リスナープレゼントを毎週行っております。1週間丸々ね、受け付けて、
いるんですが、そのリスナープレゼントは、どちらでも構いませんということで、先ほどのメールアドレス2つありました。 FM コザ 761@fmkoza.jp か FM ギノワン、797@fmginowan.com、こちらどちらかにお送りしていただければと思います。なのでメッセージ書きながら、リスナープレゼントにも応募できるという、まあ、なんともねお得な感じになっているので、ぜひぜひご一緒いただきたいと思います。さて、先週のリスナープレゼントは沖縄残波岬ロイヤルホテルの、ペアランチチケットでございましたが、こちらはあららがまサイガーさんと中上さんに当たりました。おめでとうございます。イエーイ。あららがまサイガーさんは都のねルーツをお持ちになる方かな。おめでとうございます。もしかして都から。ありがとうございます。そして中上さん、中に頭と書いてるから中上で呼んでいいよね大丈夫ですよね。おめでとうございます。ぜひ残波岬ロイヤルホテルさんの美味しいランチ、この季節ですからね、いい感じで景色も楽しみながら、美味しいお食事ね、ご一緒なさってくださいね。さあ、そして今週はこちらです。今週はウエストマリンさんより、あら、私初めて紹介させていただきますが、今週の主婦帯リスナープレゼントはウエストマリンさんよりモビーディックのディナー券をペア一組様にプレゼントします。うっそー、嬉しい。ディナークルーズねえ、嬉しいですね。この間モビーディック号さんのスタッフの方のね、あれやってましたよね。NHK のほらテレビのサラメシ最近すぐ出てこないんですよ皆さん。サラメシで沖縄が取り上げられてるなと思って録画していたら、モビーディック号のねスタッフの方ね、一生懸命頑張ってるその方のお昼時ということでね、やってましたよ。モビーディック以前私も披露宴、モビーディック号がクルーズを始めた頃に、ブライダルフェアでね2回ほど行かせていただいたことがあったんですが、はい、今の季節ですからね、ちょっと夕日もね優しい感じじゃない、暑すぎずというところで、そのモビーディックディナー券をペア一組様にプレゼントしますので、先ほどのメッセージを送っていただけるアドレスと同じ 761@fmkoza.jp、そしてギノワンの方は 797@fmginowan.com まで、お待ちしておりますので、ぜひぜひ応募なさってくださいね。こちらは抽選になりますので1週間受け付けて、また来週の月曜日に発表してまいります。さあ、それでは今日のオープニングナンバーからお届けしてまいりましょう。毎週、私マキママフェイバリットからお届けしているんですが、今週は大好きなアデル。ねえ、もう、ボーカル、ね、彼女のもう声は、もう素晴らしいですね。若いのに。ね、私とちょうど20歳違うんですが、いや、私より、もういろんな人生経験されてるんじゃないっていうような声を出しているような方ですが、アデルのおよそ5年ぶりの、まあ、11月20日に、世界同時リリースされたばかりのニューアルバム、アデル25から、今日は2曲、いけたら3曲お届けしたいと思います。まずはアデルの Hello!
全英全米でも大ヒットを記録したアデルの Hello からお届けしました。石底巻のユンタクランチボックス。巻ママこと石底巻のユンタクランチボックス、 FM 小座のスタジオから生放送でお届けしています。そして、今週から FM761 小座だけではなくて FM797 合ってる？ FM797 合ってますねFM797、FM ギノワンの皆さんにもこの主婦帯お届けできているということで嬉しいですね。まあ小座とギノワン隣同士ですしね、なんだかまた一つにつながっていったような感じがしますよ。嬉しいです。さあ、皆さんと一緒にお届けしてまいりたいと思いますよ。番組へのメッセージは761@fmkoza.jp、 または797アットマーク fmgino1.com で受け付けています。そしてもちろんツイキャス、ユーストリームの皆さんともいろいろとやりとりしています。だいたいね、あの CM 中とかにね、皆さんとやりとりさせていただいているんですが嬉しいです。さあ、リッシュさんが FM 小座をキーステーションにギノワンを、従えてお送りします。いや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 、一緒にでございますよ。従えてなんてね言ったら怒られちゃいますからね。ギノワンにも放送させていただいておりますということでね、皆さんよろしくお願いいたします。太郎介さんも亀さんも遊びに来てくださっていますね。他にもね、見てくださっている方ありがとうございます。さあ、前半は、マキママがなんか気になった話題とか、これはちょっとじっくり伝えてみたいなとか、いろんなね、この一週間で、いろいろと気になったこととか、お知らせとか、そういうことを話題いろいろランチボックスでお届けしておりますが、こちらね、最近ね、やっぱりちょっと50代に近づいているのでさあ何十代でしょうに近づいているので、マキママはものすごく代謝が悪くなったなとか、あと食生活の乱れがもろに翌日来るとかね、もう2日
日ぐらいでほら食べたものってこの体に生かされるっていうじゃないですか。もうそれがもろに来るなと思っていて、ちょっとね食に関することをいろいろとね見たりしているのですが、情報とか拾い集めたりしているんですが、こういう記事が、先週ね載ってましたね、琉球新報に。日本型食生活75年のメニューが最良と見出しがついております。何のことでしょうか。世界無形文化遺産となった和食中心の日本型食生活を見直し、健康な生活を目指す食育健康サミット2015がこのほど東京で開かれたということです。帝京大学臨床研究センターの寺本センター長は基調講演で、肥満、生活習慣病を防ぐには動脈硬化の予防が重要、中でも最も大事なのが生活習慣の改善で、米の食事を中心に、魚類、魚類や、大豆製品を多く摂る日本の習慣、食習慣が推奨されると指摘しました。東北大学食品機能健康科学講座の鈴木准教授は、過去4つの年代の日本食をマウスに食べさせ比較した研究を報告。1週間分の日本食を作り、凍結乾燥して粉にしたものを1ヶ月食べさせ調べたところ、食事は1960年、75年、90年、そして2005年の当時を再現して、調べたということです。1975年はご飯が多く、魚介類や煮物、海藻などが多彩でした。少し戻って60年は、ご飯が圧倒的に多いのですが、おかずが少なく味が濃かったということ。やっぱりこれは生活水準っていうところにもなるんでしょうかね。そして2005年は脂肪が最も多かったということで、これを比較してということで、1960年、75年、1990年、2005年とこの4つの年代に分けて、実験をしたところ、1975年の食事が内臓脂肪が最も溜まりにくかったと分かったということで、ねえ。なんとなくわかる気がしますよね。75年の当時ね、活性化されている遺伝子を見るとストレスが低く代謝は活発になっていることがわかったということです。老化モデルマウスなどを飼育し、老化の仕方、寿命などを比べた結果、やはり75年の食事が一番老化や認知症の進行を抑制し、生活習慣病を抑える体質になることがわかったということです。ここにも関係してくるということなんですね。鈴木准教授は、人でも食事パターンで解析したが、75年頃の伝統的日本食は高い健康有益性があることが明らかになったと、この、食育健康サミット2015で発表したということなんですね。まあ、1975年頃の日本食というと、私的には小学校1年生、75年だとね、なりますでしょうか。まだ欧米食の影響が少ない時、タンパク質、脂肪、炭水化物の三大栄養素のバランスはそんなに問題ではない時、そしてこれはご飯を中心に魚介類、豆類、卵、乾燥、海藻、果物など、まあ、食材の種類が多彩で質が良かったということなんですね。多分ですね、これまあ、今はもう全てに関してファスト食品が多いじゃないですか。ね、外で外食で食べるファストフードだけではなく、家で使う食材もファスト素材になってますよね。なので、その影響で、やっぱり、生のもの、旬のもの、実際の、お野菜だったり、実際の豆類をこしてみたり、潰して、ね、こしてみたりとか、魚も取れたて新鮮とか、海藻も乾燥のものではなくてね、取れたてのものを期間限定で売っているものを食べるとか、やっぱり全てにおいて質が良かったっていうことは大きいですよね。で、日本人もだんだんと、
まあ女性も仕事をするようになって忙しくなったりしますからね、やっぱり時々ねこのファスト素材をファストフードの素材をね利用したりっていうのが、でまたこのバランスが取れなくなったりして、でまた欧米化のね食事が進んできたっていう、そういうところにつながっていくんでしょうね。1975年頃の食事、皆さんちょっと思い出してみませんか、ね、私もちょっとね考えて、もうちょっと日々の食事、食事の素材、大切にしていきたいなと思いましたよ。日本型食生活75年のメニューが最良という記事ご紹介しました。さあそれでは曲を一曲挟みましょう。今日はアデルのおよそ5年ぶりのニューアルバムアデル25からお届けしています。2曲目はウォーターアンダーザブリッジ。
石底巻のユンタクランチボックス。さあ、巻ママこと石底巻のユンタクランチボックス、主婦帯火曜日、FM 小座のスタジオから生放送で、FM ギノワンをお聞きの皆様にも同時にお届けしています。ありがとうございます。ね、初めて聞いたという方もいらっしゃると思いますが、ゆったりとユンタクしながら、このお昼の時間過ごしましょうということで、火曜日は巻ママこと石底巻ちゃんお届けしています。自分のことちゃん付けね、誰も言わないからしてみたりするんですけどね。さあ、食生活は1975年の頃の日本食が和食が良かったよということでしたが、ツイキャスでリスさんが私と同年代、同級生だったことが分かりましたね。同じ年ということでね。なんですが、お米の給食が始まったのが小学校3年生からだったということでね。へえと思って、そんなだっけって思いながら、ね。だんだんとこれが、ね、パン食から、変わっていった頃なんだなと思ってね。でもパンが多かったですよね、私たちの子供の頃の給食っていうのはね。だからコペパンだったので、大体はね。でたまに揚げパンとか出て嬉しかったりするんですけど、コペパンを机の中の奥に入れて、男の子がよくねカビを生やしたりしてね、そういった思い出もありましたね。ごめんなさい、お昼時だった。またまたいけないこと言っちゃったかもしれないね。さて、時間あるの？そういえば私時間、あんまりないかも。どうしよう。ね、歯の磨きすぎに注意っていう、これ、紹介していい？ね、先ほど食生活を変えるだけで認知症予防にもなるということでね、今よく言われています。そして、自分の歯を多く残すことが大切ですよ、と。これもまた、最近、十分に皆さん認知されているところだと思いますが、この歯のお手入れ、磨きすぎには注意です、ということで。まず、食後30分は磨いてはいけない、ということ、皆さんご存知でしたか？最近ね、ちょこちょこ分かり始めたことで、あるんですけれどもね。以前はこの歯科教育の基本は333運動、つまり1日3回食後3分以内に3分間歯を磨くが主流だったということなんですが、最近では食後すぐには磨いてはいけないそうです。特に30分以内は磨かないに変わりました。これには理由があります。食後30分は口の中が酸性になります。酸に侵されると歯の表面は柔らかく脆い状態。そこを強くブラッシングしてしまうと歯のエナメル質がすり減ってしまうのです。そう、エナメル質がすり減ってしまうということはよく聞いたことがあると思いますが、歯茎は下がっていないのにエナメル質が剥がれたり欠けたりすると歯の中の柔らかい組織が露出。ここには神経が通っているため染みたり痛みを感じやすくなるのです。エナメル質は真珠程度の硬さになりますが、食後すぐに過度の行き過ぎたブラッシングを毎日加えてしまうと表面がすり減るのは当然ですよ、ということで、東京の青葉デンタルクリニックの小室院長は、話しています。また歯の根っこの部分には通常は歯茎で埋まっている、象牙細管と呼ばれる管があるそうで、歯茎をマッサージするようにブラッシングするといいと、付け根を強く擦りすぎると逆に近く過敏を招くということです。口臭予防のために朝昼晩と頻繁に磨く人、10分以上歯磨きする人も要注意だということで、磨きすぎもいけないんだね。やっぱ傷つけてしまうっていうこともありますもんね。まあ今歯磨きと同時に舌磨きもしましょうっていうことですが、舌磨きも強くこしりすぎちゃうとかえって逆効果になったりということでね、やっぱりタイミングや磨き方っていうのはありますよね。あともう一つ問題なのはちょこちょこ食いがいけないということです。ちょこちょこ食い、
女性の方、特に要注意だそうですよ。通常は食後30分で唾液によって中和され、口の中が酸性から中性に戻り、歯の再石灰化が起きます。酸で溶けたエナメル質も元に戻るようになっているということで、お菓子などをちょこちょこ食べていると、口の中が常に酸性になってしまい、歯の表面や付け根が酸にさらされた状態が続いてしまうということで、これによってまた知覚過敏がね、生じることになるということで、若い女性の皆さんも今は知覚過敏になっているということで気をつけた方がいいですよね。キャンディーとかキャラメルを頻繁に口に入れる人、考えた方がいいということで、せめてキシリトール入りのガムにということで、歯医者さんではね、提唱しているということですよ。私はね、ちょっとキシリトールね、お腹がキュッて痛くなっちゃったりするのでね、で、喉を守るためにね、ちょっとね、キャンディー舐めたりするのでね、でも気をつけたいと思います。で、これって改善できるそうです。およそ1ヶ月で、指導してね、歯医者さんで指導してくれたら、良くなるということなんですが、ただ熱いものが染みる場合や痛みや刺激が数分続くようなケースだと放置せず本格的な歯の治療が必要だということで、磨きすぎね、そしてタイミング注意してくださいということです。皆さんね、なんかね、こうやっていろいろと情報を共有することでちょっとずつね、生活もいい風に改善できたらいいですよね。こんな風にユンタクランチボックス前半は、巻きママの気になることお届けしています。さあ、それでは CM を挟んで後半はいつものように巻きママのちょっとだけ読んじゃうよのコーナーです。石底巻きのユンタクランチボックス。巻きママこと石底巻きのユンタクランチボックス、主婦帯火曜日、FM 小座のスタジオから生放送で、FM ギノワンの皆さんにも今週から一緒にお届けしていますよ。さあ、後半は、私が、まあ、朗読活動、声の仕事をしておりますが、朗読活動も行っているということで、ちょっと紹介したい本とか、ちょっと、癒しの時間をね、一緒にということでお届けしています。さあ、今週は、先週、ちょっとだけ読んじゃった、柳瀬隆先生作、チリンの鈴。こちらを
読んだ後は木村雄一さんの嵐の夜にシリーズを読みたくなるんですよとお話ししたかと思いますので、今週からはこのシリーズをちょっとだけ読みながら紹介したいなと思います。さあ1回目は講談社から発行されているシリーズの第1巻、木村雄一作阿部寛へ嵐の夜にお届けします。嵐の夜にゴーゴーと叩きつけてきた。それは雨というより襲いかかる水の粒たちだ。荒れ狂った夜の嵐はその粒たちをちっぽけなヤギの体に右から左から力任せにぶつけてくる。白いヤギはやっとの思いで丘を滑り降り、壊れかけた小さな小屋に潜り込んだ。暗闇の中でヤギは体を休め、じっと嵐の止むのを待つ。カタン。誰かが小屋の中に入ってくる。はぁ、はぁ、という息遣い。何者だろう。ヤギはじっと身を潜め、耳をそば立てた。コツン、ツス。コツン、ズズー。一歩一歩、硬いものが床を叩いてやってくる。蹄の音だ。なんだ、それなら、ヤギに違いない。ヤギはほっとして、そいつに声をかけた。すごい、嵐ですね。え、青や、こいつは、失礼、しやした。真っ暗で、ちっとも、気がつきやせんで。相手は、ちょっと驚いて、荒い息で答える。私も今、飛び込んできたところですよ。しかし、こんなにひどくなるとはね。まったく。おかげで足はくじくし、おいらはもう散々ですよ。ふぅ。相手はやっと大きくため息をつき、杖にしていた棒切れを床に置く。ということは、そう、その杖をついてやってきた黒い影は、ヤギではなく狼だったのだ。特にこの狼、鋭い牙を持ち、ヤギの肉が大好物と来ている。あなたが来てくれてほっとしましたよ。ヤギの方は相手が狼だとはまだ気がつかない。そりゃあおいらだって嵐の夜にこんな小屋に一人ぼっちじゃ心細くなっちまいやすよ。どうやら狼の方も相手がヤギだとは気づいていない。よっこらしょ。いててててて。どうしました？いやー、ここに来るとき、ちょっと足をね。そりゃあ大変。ほら、こっちに足を伸ばしてくださいよ。ほう、それじゃあ、ちょっくら失礼して、よいしょっと。狼が伸ばした足が、ちょんとヤギの腰に当たる。ヤギは、あら、蹄にしては随分柔らかいなと思ったが、きっと今当たったのは膝なんだと思い込む。は、は、はくちゃん。突然狼が大きなくしゃみをした。大丈夫ですか？どうやら腹風邪をひじばたらしい。私もですよ。おかげで全然匂いがわからないんです。へへへ、今わかるのはお互い声だけってわけっすよね。本当ですね。狼の笑い声を聞いてヤギは思わず、狼みたいな凄みのある低いお声でと言いかけたが、失礼だと思い口を閉じる。狼の方も、
まるでヤギみたいに甲高い笑い方でやんすねって言おうとしたが、そんなことを言ったら相手が気を悪くすると思いやめることにする。風のうなり声と小屋に叩きつける雨の粒が代わり番号に響き渡る。どちらにお住まいで？へえ、おいらはバクバク谷の方でやす。へえ、バクバク谷ですって？あっちの方は危なくないですか？へえ、そうでやんすか？まあ、ちょっと。ちょっと険しいけれど、住み心地はいいでやんすよ。バクバク谷とは、狼たちのいる谷である。はあ、東京があるんですね。私は沢沢山の方ですよ。ほう、そいつは羨ましい。そっちの方は、うまい食い物がたくさんあるじゃないですか。うまい食い物とはヤギのことである。まあ普通ですよ。その時2匹のお腹が同時に鳴る。くぅ、そういえば腹が減りやしたね。本当に私もペコペコですよ。ああ、こんな時うまい餌が近くにあったらな。わかります、わかります。私も今同じことを思ってたんです。そういえばおいらよく沢沢山のふもとにあるふかふか谷のあたりに餌を食べに行きやすよ。おや、偶然私もですよ。あそこの餌は特別うまいんすよね。ええ、匂いもいいし柔らかいのに歯ごたえもいいっすから、毎日食べても飽きないくらいですよね。ほんと、一度食ったら病みつきになっちまいやす。うん、その言い方ぴったりですよね。はあ、思い出しただけでたまらねえ、よだれが出そう。はあ、思いっきり食べたい。そこで2匹は同時にあの美味しい草とヤギが言い、肉と狼が言った。けれども、ガラガラと遠くで鳴った雷に、ちょうどその声はかき消された。そういえばおいら、子供の頃は痩せっぽちでね。今じゃあ特別大ぐらいだけど、あの頃はよくお袋から言われたもんすよ。もっと食え、もっと食えってね。私もですよ。そんなんじゃ、いざという時に早く走れないでしょ。早く走れないと生き残れないわって、食事のたびに母親にね。そうそう、おいらのうちも同じ言い方っすよ。早く走れないと生き残れないわよって。はは、私たち、本当によく似てますね。へへへ、ほんと、真っ暗でお互いの顔も見えないっすけど、実は顔まで似てたりして。その時、すぐ近くで稲妻が光り、小屋の中が昼間のように映し出された。あ、私今うっかり下を向いてましたけど、今私の顔見えたでしょ？似てました？それが眩しくて、おいら思わず目つぶっちまって。まあ、もうすぐ夜が明ければわかることですよ。ガラ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 。さあ、大きな雷です。この後、また一段と大きな雷の音が小屋中を震わせると、悲鳴を上げて思わず2匹はしっかりと体を寄せ合ってしまうんですよね。そして、雷の音に弱いという共通点に気の合った2人は、なんとお互いが本当は誰かを知らないまま食事の約束を交わしてしまうのです。そうだ。どうです？今度、天気のいい日にお食事でも。いいっすね。ひどい嵐で最悪の夜だと思ってたんすけど、いい友達に出会って、
こいつは最高の夜かもしんねえっす。ほや、もうすっかり嵐もやみましたね。おお、ほんとだ。雲の切れ間にほんのわずかだが星すら出てきた。それじゃあとりあえず明日のお昼なんてどうです？いいっすよ。嵐の後は特にいい天気って言いやすからね。会う場所はどうします？じゃあこの小屋の前では？決まり。でもお互いの顔がわからなかったりして。じゃあ念のためオイラが嵐の夜に友達になったものですって言いやすよ。嵐の夜にだけでわかりますよ。じゃあオイラたちの合言葉は嵐の夜にってことっすね。じゃあ気をつけて。嵐の夜に。さいなら。嵐の夜に。さっきまで荒れ狂っていた嵐が嘘のように爽やかな風がふわりと吹いた。夜明け前の静かな闇の中を手を振りながら左右に分かれていく二つの影。あくる日、この丘の下で何が起こるのか。木の葉の雫をきらめかせ、ちょっぴりと顔を出してきた朝日にも、そんなこと分かるはずもない。木村雄一作、阿部寛絵。絵講談社から発行されている嵐の夜にシリーズから第1巻嵐の夜にお届けしました。次回は初めてシリーズでねお届けしますが、第2巻ある晴れた日にをちょっとだけ読んじゃいますよ。石底巻の四択ダッチボックス。マキママこと石底巻のユンタクランチボックス、 FM 小座のスタジオから生放送で FM ギノワンの皆さんも一緒にお届けしています。ねえ、曲あと一曲かけたかったんですが、もうちょっとね時間が押し迫ってきたということで、ご一緒していますよ。エンディングよろしくお付き合いくださいね。さて、桜坂劇場さんからちょっとお知らせがあります。昨年に引き続き那覇市優秀映画鑑賞推進事業として、スティーブン・スピルバーグやジョージ・ルーカスなど世界の名だたる監督や俳優がファンと公言する黒澤明監督の名作を4日間限定で公開いたします。作品は酔いどれ天使、生きる、用心棒、天国と地獄の4本ですということで、おお、どれもフィルムで映画館で見れたらいいですよね。デジタル化が進む今、フィルムによって撮影された黒澤明の美しい世界をフィルム上映によって体感できるのはこれが最後かもしれません。また11月28日には黒澤明の魅力を語ると題して、用心棒の上映終了後にトークショーを開催します。登壇者はマリコネーネ、アダニア・マリコさん、脚本家の中井元子さんを予定していますということで、今回は文化庁主催ということで、なんと500円で見ることができるそうです。子供は200円ですよ。嬉しいですね。世代を問わず多くの方にご覧いただける、大変貴重な機会となっていますので、ぜひ皆さん桜坂劇場にお越しくださいということで、この4日間は11月27日金曜日から30日月曜日までということになっていますので、皆さん桜坂劇場のホームページチェックして、ぜひ酔いどれ天使、生きる、用心棒、天国と地獄、黒澤明監督の美しい世界ね、かっこいい世界をフィルムでぜひご覧いただきたいと思います。大人500円、子供200円ですからね。これちょっと見逃してはないんじゃないでしょうか。
以上、桜坂劇場からのご案内でございました。さあ、メッセージもいただいているようですね。メールで、ラビーさんです。ありがとうございます。今日も、マキさんの癒し声聞きに来ましたよ、ということで、嵐の夜に大好きです。ということでね、ありがとうございます。ねえ、嵐の夜。ね、私も一年に、一度は、必ず小学生の皆さんに読み聞かせもね、毎月一回は行っているので、読んでいるところなんですが、今回は、ね、FM 講座の皆さんに、FM 技能案の皆さんにも聞いていただきたいということで、ちょっとシリーズでね、なかなかね、この嵐の夜にだけをよく読んでいたんですが、ね、こちらもお届けしていきたいなと思います。そして、FM 技能案さんからもね、届いてます。ありがとう。嬉しいな。ありがとうございます。FM 技能案 79.7MHz で、マキさんの声よく聞こえていますよ、ということで、朗読も楽しみにしています。ということで、あ、これね、ゆきちゃんからだね。ありがとうね。よかったです。技能案の皆さん、講座の皆さん、よろしくお願いいたします。さあ、そして、これもお知らせさせてもらっていいかな。親子で楽しもうクリスマスお話し会。こちらも行われます。12月6日日曜日、私が代表を務めさせていただいております、リーディングイベント沖縄、ね、朗読イベントの声の仕事をしているみんなで結成しているチームでございますが、こちら、12月6日の日曜日、11時と15時の2部構成というか、第1部、第2部と、それぞれに30組限定親子の皆様をお招きして沖縄宮古ホテルさん虹のチャペルで行います。料金は1000円なんですが、これ実質500円です。500円分のレストラン利用券がついてきます。そして、県内の人気企業、大手企業さんたちからクリスマスケーキ、白原さんのクリスマスケーキがあったりとか、あともうね、沖縄さんからお菓子をたくさんいただいたりとか、東原農園さんからフラワーギフト券、これがまた素晴らしいのよ。そして、沖縄ファミリーマートさんからもね、いただいたりとか、あとブルーシールさんもね、協賛してくださったりとか、もうたくさんです。そしてアウトレットモールアシビナーさんからもなんと商品券がね、届いたりとか、もうたくさんの営業マンがね、リーディングイベント沖縄にはおりますので、子どもたちのためにということで、豪華なプレゼントも お持ちしてね、皆さんをお迎えしたいと思います。クリスマスや、まあ、冬にちなんだ季節感のあるお話3つに、そして今回は初めて音ゲストね、知念あかねさんのバイオリン、そしてビオラもね、一緒に来てくださるということで、バイオリンとビオラでクリスマスソングを演奏していただいたりということで、音とともに楽しんでまいりたいと思います。ぜひぜひこちらも親子で楽しもうクリスマスお話し会、沖縄宮古ホテルさんでチェックしてみてくださいね。それでは私はまた来週です。明日はヤッコベイビー登場しますよ。 FM 講座 FM 技能案でお楽しみください。